名古屋から車でおよそ40分、揖斐川と長良川に囲まれた自然豊かな町、和之内町。そんな和之内町で子供が集まる人気スポットが。2019年にオープンした森のワクワクの庭。中には広い人工の芝生があり、子供たちは思う存分走り回ることができます。思いっきり遊んでほしいという思いで作った木育施設になります。皆さんに木を触れてもらって、木っていいなって思ってもらえたらいいなと思っております。中にあるおもちゃや遊具は木、ほとんどが岐阜県産の木材を中心に作られています。1歳ぐらいのお子さんに人気だというのが木のボールプール。持ったり転がしたり、遊び方は様々。木の香りがほのかに感じられるかなと。あとは塗装がないので、お子さんも安心して遊んでいただけるかなと思います。他にも持ち手が木でできたボルダリングや、木の板で作られたパズルなど、とにかく木を楽しむおもちゃがたくさん。人気の遊具はまだまだ他にも。こちら木でできた迷路になります。この木の迷路、実は子どもたちがより楽しめる秘密があるんだそう。ここでクイズです。森のワクワクの庭にある迷路の特徴は何でしょう。 A 隠し扉がある、 B コースが変えられる。正解は B コースが変えられるです。木の柱がに溝がある形になってまして、そちらでこう組み替えれるような形になっております。結構無限にできるかなと。どうやってゴールに導こうかなっていうのは楽しみながら変えております。コースは不定期で変えていて、木のぬくもりを感じながら何度来ても楽しめるように作ったんだそう。子どもたちはいいな。子ども目線でもっとワクワクした遊び場を作りたいなと思って、子どもがワクワクして冒険家のように楽しめるために作りました。あ、お友達と一緒に。お友達と一緒に。ゴールはこっち。第二の庭のように思いっきり遊んでいただいて、家族でワクワクした時間を過ごしていただくことで楽しい思い出になればいいなと思っております。